まず私の問題意識を端的に申し上げますと、国家公務員の皆様の人事異動が多すぎるのではないかということです。我々 NHK から国民を守る党は、NHK の問題、特に受信料問題解決を主たる活動としているわけですから、総務省の皆様にはいろいろとレクなどでお世話になっていることを感謝申し上げます。そして総務省のの皆様ににはレクをいただく際にです、ねまあ、我々の である元 NHK 職員、そして一般市民から一国政政党を作り上げた立花隆への対応という骨の折れる仕事をしていただいていること、しかもです、ね、そのやり取り、レクのやり取りをです、ね、動画撮影して、まあ、公表することまでご了承いただいていることに関しては本当に感謝申し上げます。えということで、まあ、特に対応いただいている総務省の皆様には我々高く評価しているわけでありますが、一、まあ、つ不満があるわけです。それは担当者のの変更が多いといとととうことです我々の意見と総務省側の意見 をぶつけ合って議論してある程度理解し合うこともあるわけですが担当者が変わるとですねそれなりの部分がやり直しになるということですこの点に関して疑問を感じて我々の方で G7 各国の国家公務員の人事制度について調査していましたドイツの公務員は人事異動がほとんどないというものを用意させていただきました これらによると、日本以外の G7 諸国の国家公務員の人事制度においては、原則移動がないか、まあ、一部移動が認められている程度である一方、日本だけが各人事当局によって、各省庁内での移動が定期的に行われているように思いました。人事移動の頻度についてはさまざま意見があると思いますが、移動が多い場合というのはです、ね、専門性の上昇にまあ制限がかかる、えー、さらに引き継ぎの機会が増える、えー、結果として残業が増えるなど、効率の低下というデメリットが大きいと私は考えます。これらの問題意識 からあの政府参考人の方そして松本総務大臣にあのまとめて伺います、えー、ますず1点目ですねあの、各国の人事制度について調査研究を行っているのかどうかということ、そしてまた日本において、各国の人事制度を参考にしていることがあれば、おっしゃっていただきたいと思います、政府参考人の方です。で次、総務大臣にはです、ね、総務省において、やはり人事異動の数、多すぎるように思うので、まあ、減らしてみてはどうかと提案させていただきますが、この提案へのご見解を伺います。 人事におきましては、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスを中心に、諸外国の国家公務員制度に関する調査、研究を行っておりまして、その概要を人事のホームページで公表いたしております。 公務員制度はそれぞれの国の政治統治形態や歴史的経緯を踏まえて定められているものでございまして、諸外国の公務員の人事制度、そのまま日本に当てはめられるとは限りませんけれども、調査研究の結果は、人事としても必要に応じて、個別の人事施策の検討の参考材料としていいるところでございます松本総務大臣。総務省の人事についてということでございますが。 委員からも今、お話がございましたように、社会が大変複雑になり、高度化している中で、行政においてもやはり専門性というのは大変大切になってきていることは、委員ご指摘のとおりかというふうに思います。そういった中で、職員の皆さんの声も私も聞きながら、人事を進めてきているわけでございますけれども、あの専門性の向上も、 組織としても人材育成という面からも意識して人事をさせていただいているところでありますが、将来を、組織を担う人材という意味では、横断的な経験をによって得られる知見等もあるわけでございまして、多様な職務経験を付与することも一つの課題、テーマではあろうかというふうに思っております。 またやはり組織というのは、えー、新陳代謝をしていくことも必要ですし、当面の政策課題、えー、直面する政策課題への対応というのも必要でございまして、えー、人事につきましては、さまざまな要素を総合的に勘案して、えー、行っているものというふうに理解をいたしております。もちろん、移動によりまして職員が交代した場合でも、組織として業務の継続性が確保されることは、 大変重要で、えー、ありまして、私どもとしても、専門性といった視点、また人材育成、えー、特に総合的な判断も求められる人材の育成と、様々なニーズに応えていかなければいけないという組織としての要請と、そして職員自身がやはり、えー、モチベーションが上がり、その能力が十分に発揮できるようなという、 人事にはさまざまな課題があるのにしっかりと答えられるように人事を行ってまいりたいと考えております。浜田俊君。はい、あのあ,ありがとうございます。まあ各国事例を参照した上で我々の問題意識をあの共有させていただきました。適宜ご参考いただければと思います。え次に食糧事件 NHK をデカー。